ウルトラ怪獣バトルブリーダーズ。はい、どうも、デザキナスです。さあ、メンテ終わったかな？大丈夫かな？終わった。終わったです。さあ、まずね、アリーナ何位かったかな、何位だったかな、じゃじゃにゃーん。お、コンボット230、石、な、とんでもねえ。何気にね、属性 DNA とバンド DNA もやっぱ嬉しいよね。やばい。ちょっと待って、先週までさ、私9ストーンだったんだよ、9ストーン。2359ストーンまで、2300? なんかとんでもねえな。いや、ちょ、すごいね。びっくりだわ。ってことでですな、あ、そう、劇場版、ウルトラマンタイガー、ニュージェネクライマックス、いよいよね、公開ですけれども、そんな、記念して、ログボがね、いろいろもらえるみたいですよ。ありがとうございます。スタミナドリンク、嬉しい。ってことで、まあ、負けとめは、マーケットー！はい、ということで、関川募集ガーゴルゴー。いや、結構みんなね、待ったんじゃないかな、正直。なんか作ってるよーっていう情報が出てからすごいね、長かったもんね。まあ、多分ガーゴルゴンのね、モデルみたいなの多分できてたんだろうけど、まあ、その出すタイミングとかね、その運営さんもおっしゃってましたし、なかなかこうね、今だって言われたんでしょうね。どうか見よう。かっけーなー、かっこいいなぁ。かっこいい。かっこいい。すべての生命を石に変える。石の地と。はい。ということで、なんだっけ、これも石にするんだよね、確かね。こんな感じで。まあ、最近ね、ちょっとね、大丈夫買っちゃったんで、ね、オブが買っちゃったんでね、さすがにまあ、追加で買わないですけど。まあね、一応めっちゃいいゲームさん買ってみてください。はい。ということで、さて、イベントクエストで、今回は、ででで、決戦ユーキラサウルスが復刻ということで、こちらはですね、あれなんですよ。引き継ぎバトルなんで、ユキザゾロスめちゃくちゃ強いんですよ。だから、前回そのね、初めての時は、エキスパートとかね、めちゃくちゃ強かった。めちゃくちゃ強かった印象だったんだけど、まあ、ちょっとさすがにまあ僕もね、まあまあ強くなりましたから、まあ、その一回で倒すまでいかなくても、そこそこね、削るんじゃないかなってことで、まあ、一体どれぐらい僕が強くなったのかみたいなのもね、やっていければなと思います。はい。ということで、究極超獣ユキザゾロスボディ、究極のね、恥の圧倒的なパワーは、一筋縄では倒せないと、はい、怒って。さあ、行きましょうか。まずは、ノーマルから行きます。はい。はい。ユキザゾロス、あ、僕持ってますけど、ねえ。まあ、小顔前読んだから、いいか。ね。とりあえず、これでいいかな。で、ウルトラ必殺技は、ウルトラマンティガー。ユーティガーにして、いこうか。さあ、久々の決戦、ユーキャーザーズ！ワウ、ワウ、ジャッ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 ダーン、ドドドドーン、ドドドドーン。さあ、もうどんどんいっちゃってでしょ。あー、移動力ありがてーわー。移動力、レイ。さあ、どうだい？まあまあ、オッケー。いや、でも正直ね、ノーマルはね、普通にいっちゃうんじゃないの？ノーマルは普通に。てか、でけえなぁ。ちょっと待って。このさ、イベクエのさ、そのスケールが違うユーキラザルス、でかいなぁ。あー、このサイズのユーキラザルス欲しいなぁ。届かない。いいなぁ。このサイズ欲しいわぁ。もう画面に映り切ってないもん、だって。ねぇ。まあでもね、ここまで来ちゃったらちょっと強すぎるか。さあ、ね、飛んでいきましょう。ああ、まだ全然大丈夫だね。じゃあまあね、どんどん行きましょうか。ホームダックの、行きましょう。ダークジム、構成。いやー、あれですよ。
なんかそのあらすじを読む感じ、劇場版ウルトラマンタイガがちょっとこうどこかね、あのレビューさんのウルトラ兄弟にちょっと反撃もしてるのか、そうだそうだそうだ、ちょっと似てるような雰囲気を感じるんだよねっていうのも、まあそのグリードをそのニュージェネレーションウルトラマンたちがなんかその封印するみたいなのをあらすじで読みましたんですが、やっぱちょっとどこかね、あれに似てるよね、メビウスさんのウルトラ兄弟に似てるよねっていうところがちょっとありまして、どんな感じになるんですかね、超楽しみよ。まあメビウスさんのウルトラ兄弟の話で言えばさ、その神戸港でさ、神戸にさ、ね、ウルトラさ兄弟がファイナルクロスシールドでヤプール封じ込めてたわけじゃない、めちゃくちゃかっこかったよね。はい、ということで、あ、そう、なんかトラブルがね、あったってね。そうだ、そうだ、そうだ。そんなことありましたね。さあ、カード行きましょうか。カード。誰がいいかな。判定のビデオにいいしょっていう感じがしますね。どうなんだろう。まあ、今回はビデオの方が多分役立つだろうから、ビデオにしとこうかな。フレンドもね。うん。あの映画さ、ウルトラマンがさ、初代ウルトラマンがさ、A タイプなのね。なかなかやっぱかっこいいね、ウルトラマン A タイプで。A、B、C、皆さんどれ好きですか？僕はね、まあ、どれも好きっちゃ好きなんだけど、あれが好きなの、やっぱ、B タイプやっぱ好きなんだよね、B タイプ。うん。なんか一番こうシュッとしてて、なんかその戦闘に適してるみたいな風にも感じるし、ウルトラマン B タイプは、そういう感じでね。好きなんですよね、 B タイプが。まあもちろんね、 A タイプもめちゃくちゃ好きですし、 A タイプはね、あのエイリアン感がさ強いじゃない、宇宙人感、謎の宇宙人感、うめえ、あれがねまたねたまらなくかっこいいということで、まあね、 A タイプが好きです。で、 B タイプに関してはもうね、もう見慣れてるっていうか王道ですし、かっこいいですよね。まあ結局どれも好きだからって話なんだけど、でメイビウスさんのウルトラ兄弟と8兄弟では、A タイプで。で、その後銀河伝説だと B タイプになるんだよね。だんだんね、映画のその時代によっても A タイプ、B タイプ、C タイプになってくるっていうのも、まあ面白かったですね。はい。回避反撃は重くない？シューブコース、ババン。ニューキラータイムスのソロビー、通常版だと、当時ね、2000円ぐらいで売ってたんですけど、めちゃくちゃクオリティ高くて、正直、2000円のクオリティじゃないぐらい、ボリュームもすごいですし、その触手のね、あの造形もすごかった、すごくかっこいいですし、めちゃくちゃボリューム強いんですよ。ってことで、今、めちゃくちゃ高騰しますよね。1万超えとかになっちゃってるよね。通常版ですが。そうですね。やっぱ、ちせえな、言ってたんですよ。僕は当時ね、なんでか買わなかったっていうか、多分ね、もう売れちゃってたんだよね。通常版の、そのユーキラーサービスの装備は。限定版が8000円の、メビウスユーキニックとセットになったやつは置いてあったんだけど、8000円はってことで、当時ね、手が出なかったんだよね。だから、まあ、結局、当時両方とも買えなかったんだけど、まあ、プレネでね、買った記憶がありました。8000円ぐらいしたかな。高かった。ってことでね、まあ負けちゃったんですけれども、あとちょっとなんだよな。あとちょっとなんだよなっていうね。でも、ベビーさんのウルトラ兄弟の、劇場に合わせて発売した装備はどれも高いですよね。ラックド星人、テンペラー星人、ザラブ星人、ガツ星人か。今一瞬ガツ星人飛んじゃったよ。ねえ。どれもね、高い。でもね、出来がいいんだよね。すごく出来がいい。だからね、まあ、プレネだとしても、その12分に、そのクオリティ的な意味で買う価値はあるんですけれども、高いよね。SL ウルトラマンメビウスとかはどれぐらいだと思うか、あんまり相場見ないからわかんないけど、なるほどね。ニセメビウスもまあクオリティ高いですし、宇宙人ゲームもね、ソフビもめちゃくちゃかっこいいと。
で、うおじゃあ、これで、次で、次で終わりだ。次で終わりだ。まあ、オブラック、オブラックに、まとめを刺してもらいましょう。ダブルジム構成でしょっけ。よし、よし、よし、OK です。OK です。さあ、最後、エキスパート。勝てるかな？まあ、勝てはするけどね。勝てはするけどねっていう。まあ、どれぐらいで勝てるか。まあ、目標、2回。目標2回。目標2回でなんとか、頑張りたいですね。はい。ドゥッ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 。まあ、コウメといえば、メビウさんとウルトラ兄弟はありますが、やっぱりウルトラセブンですよね。ウルトラ警備隊、西へということで。なかなかね、コウメで、そのロケ地巡りとかもね、したいんだけどもね、なかなかね、コウメに行く機会がないと。コウメに行く機会がないということでね。いやー、いいよね。反撃の率が半端じゃない。ちょっと見るかい、反撃強。あーらまあ、あーらふか強いな、そのスキンが。やっぱりね、スキルも特殊な感じになってますね。強いな、強いね、強いね。まあ、頑張りましょう、頑張りましょう。よし、反撃来なかったぞ。まあ、だから、あれだね、反撃をさ、防ぐさ、怪獣ゼットンとか、あると、便利かもしれないねーと。ジョイルスティンガー。ジョイルスティンガーはね、範囲がめちゃくちゃ広いから、困っちゃうんだけど、ドラゴンで反撃封印を、できる？できた。よし。反撃封印しちゃえばね、こっちのもんだと。必殺技バゴバゴってくからね、久々、バゴバゴってくよ。よーし。よーし、オッケー。よーし、まあ、つれや。つれよ。そうそうそう、こう、昨日か、ウルバト運営さんの、その公式生放送やってて、まあもちろんね、僕もね、見ていろいろツイートしたりしたんだけども、いやー、新モード追加。新モード追加ですって。3月から4月ぐらいに、まあ搭載したいってことだったんですけれども、あれですよ、その、何？クエストをクリアしていくと、その限定怪獣が、星6が、まあ、もらえるみたいな。まあ、星6、まあ、まあ、ちゃんとクリアすれば星6まで存在するよ、みたいな。感じで。ああ、すげえな。これ2回で倒すんじゃねえか。行ってみっかい。行ってみっかい。新モードめちゃくちゃ楽しみですよね。その、今、まあ、ベグラー、まあ、ベグラーでね、その例を出してましたけれども、今は力属性だけど、その限定のミッションでクリアできるベムラーは技属性で、みたいな感じで、通常ゲットできる怪獣の属性とは全然違う。で、能力も違う。攻撃モーションも違う、みたいな。本当に、同じ怪獣のキャラクターではあるものの、こうね、全然ステータスとかは違うということで、これなかなか面白いですよね。面白いし、いろんな怪獣を、まあ、星6としてゲットできるのかなっていう希望もありますから、なんかそのね、クエスト自体は、まあ、そこそこ難しい感じに設定するみたいなことをおっしゃってましたけれども、それでもその頑張ってクリアすれば、いろんな星6怪獣がゲットできる。そういう機会増えるっていうのはすごく嬉しいと思います。今だとやっぱマーケットで買って、星6育ててみたいな感じだけども、なかなかやっぱ石不足だからさ、いろんな怪獣ね、幅広く欲しいなっていう気持ちは僕はあるんだけど、でも、手に入れられないじゃない。だからね、こうやって、いろんな、ところで、星6怪獣ゲットできるチャンスが出てくるっていうのは嬉しいなと思いますね。はい。あと、DNA 2倍が常設化するって言ってたから、多分もう今もね、まだ DNA 2倍なんじゃないかな。
だから僕は検証用でいろいろ配色買ったんですよ。デイリーセットとかイーツロングだとか、あとバードンとかね。だからちょっとあの辺をね育てたいなーってずっと思ってたんで、せっかくね見栄えが常設化するってことなんで、ちょっとコラでですな、コラでですな、ちょっと継承用で買った怪獣だけど、ちょっとちゃんと育てようかなみたいな思っております、思っております。私まあ普通にまずビジュアルがかっこいいじゃないですか。だからちょっと育てたいなと思っております。 EX モーラ、やめてスモーラとかさ、EX ゼットンとかさ、まあ僕大怪獣バトルでもね、結構そばになってて使ってましたし、まあプレイヤブルキャラとしてすごく欲しいなっていう思いが強かったので、そんなこと言ってる間に、あ、意外といける、意外といけたやん、2回でほっとぜ。前はやっぱ2回でちょっといけなかったからね。まあ一回でいけたらいいんだけど、一番一回でいけたらいいんだけど、いやでも二回でいけたっていうのはね、なかなか進歩したような気がする。嬉しい、やったということで、あ、DNA2 倍なってるか、ちょっと見ましょうか。あ、調整中ですね。なるほど。わかりました。ちょっと今日はまだ2倍じゃない、まあ、ないけど、まあ今後2倍が常設化するよということで、これね、ちょっと後でやりたいと思います。ということで、ミッション。ありがとうございます、チップ。あーらまあ、石。石が嬉しい。やっぱり石が嬉しいの。あらまあ、石がね、こんな感じでね。あ、もらえますと。もらえますと。チップもたくさんもらえますと。ありがとうございます。頑張ってクリアしたいと思います。はい、という感じでですね、雪のサービスクリアできました。やったぜー。そう、あと個人的に気になってるのがですね、ジオラマですね。そう、あ、ドラフディちゃんのこれね、新しいポーズセットがね、増えたんですよ。嬉しい。ドラゴリーちゃんの、これは嬉しいぞ。ねえ。あとは、あ、ギャラクトロンね、僕ね、持ってるんだけど、ポーズセットとか買ってなかったからさ。これがね、手に入ると。どっちだ？これか？あ、こっちだ。この手がさ、手がすっ飛んじゃってるやつ。この手がすっ飛んじゃってるやつとか、エフェクト。あ、この魔法陣ね、ポーン、ホーンってやつね、ホーンが手に入るんだ。あとは、あ、ギャラクトのスプーってのこれね。あー、欲しいなぁ。あー、後で買おうかな。後で買おうかな。今買えた話よね。でも今ちょっともうね、やっちゃったからね。こんな感じで、ちょっとね、またジオ玉の方も増えてますので、またやっていきたいと思います。はい。ということで、ゆきらサウルスエキスパート2回でクリアできました。やったぜ。ということで、以上で、今日3年のクリアでございました。それでは、バイバイ。